はい、エルカチャンネルのショーです。今回の動画は何日か前にフィッシャーズの動画であったやつなんですけど、スマホのアプリでこちら、前からいろいろと似たようなアプリってあったと思うんですけど、あなたは誰に似ているでしょうみたいなのアプリです。とりあえずやっていきましょう。まず男性と女性を選ぶ部分があるので、もちろんこれは男性で、そうするとですね、フィッシャーズの動画を見られた方はご存知だと思うんですけど、見てください。ここに項目で俳優とかいろいろあるじゃないですか。真ん中 YouTuber ってできたんですよ。これでちょっと、俺が誰に似ているかやっていきたいと思います。今できるのが俳優とアイドル、それとアナウンサー、 YouTuber とタレントで、最後にミュージシャンが選べます。じゃあ最初俳優からちょっとやってみましょうか。そうすると AI が分析を始めます。さあ誰が出ますかね。志尊淳、知ってるっていう人に 76.4% 似ているそうです。まあ76とかなんで、これが 90% とかだったらまた違ったんでしょうけどね。そしたら次アイドル見てみたいと思います。ちょっと笑っちゃった。次もちょっと、77% ぐらいなんですけど、誰だと思います？この人は俺は分かんないんですけど、ユニット名は知ってます。キンプリです。さあこの人分かりますか？じゃあアナウンサー見てみます。おお、今までの中で一番高いかもしれない。まあそれでも80はいってないけど、この方生田流星かな。いやー、なかなか面白いですね。そしたらタレント行ってみましょうかね。あー、この人知ってる。名字は知ってるよ。ニュース番組出てる人じゃない？さあミュージシャンね。ミュージシャンなんだろうね。思いつかないな。ちょっと待って、これはちょっとびっくりだよ。さっきからずっとびっくりしすぎなんだけど、これは本当にびっくりしたんだって。あのそっくり度、下のグラフね、 86.8% なの。今までで一番。見て、そしたらやってみたかったYouTuber でやってみたいと思います。ね、すごいことが起きた。いやそれはあの、いやさっきからずっと言ってるけど、好きな YouTuber ヒカルさんなんですよ。見て、そういうことで今日はですね、あなたは誰でしょうっていうこのそっくりさんのアプリの紹介でした。
すいません、僕が一人楽しんでしまいました。まあ、皆さんもよかったらやってみてください。今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。